だなんて抽象的な言葉はなんとなく安っぽいものだと思っていた。だから誰かが口にするたび中指立てていた。傷つく君を見たくない、それだけだった。そうどうやっても守りたいっていう衝動は初めて感じた。気持ちのようで説明つかないんだ。単純すぎるね。逆らずに今すぐに僕が悪者になるしかないだろう。大人になったら器用になれるのかな。大切な人のことを考える時間を優しさと言うのか。嘘をつこう。ちゃんと目を見て君のためと言い聞かせながら、好きな人ができたんだと悪びれずにわざと軽く告げるだけ。嘘をつこう。瞬きさえ一度だってすることなく、精神誠意しまいたいくらい。そもそも何が真実か覚えてなくて、ただ自己犠牲に陶酔してただけなのかな。僕が悪いんだ、僕が悪いんだ、罰を受けよう、罰を受けよう、罪を振らないで。確かにその夜言い訳できないくらい最低の自分に呆れてたかもしれない。後悔と反省はどこか違う気がして、もう一度同じことを繰り返してしまう愚かさを